マリサ、テスラの生産台数が過去最高だって。ああ。確かにテスラは現在アメリカでバカ売れだ。しかし、今年4月には収益性低下で、時価総額およそ7兆円が1日にして吹き飛んでいる。1日で7兆円、何事？実は、度重なる値下げで販売台数が増えても収益性は低下しているんだ。今年5月には、米国資産家ジョージ・ソロス氏が、テスラ株をすべて売却したと話題だぜ。資産家が全部手放すって相当ヤバいんじゃ。今日は、そんなテスラ不振の噂について、ゆっくり解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは簡単に、テスラの歴史を紹介しよう。テスラといえば、やっぱりイーロン・マスク氏よね。彼が電気自動車を作ったんでしょ？いや、テスラを創業したのは、実はイーロン・マスク氏ではない。え、そうなの？テスラの前身、テスラ・モーターズが創業されたのは2003年7月のことで、マーティン・エバーハード氏と、マーク・ターペニング氏、この二人の創業者によって作られたんだ。衝撃の事実。テスラというのは、偉大な発明家にして電気技師である、ニコラ・テスラに敬意を表して、付けられた名前みたいだぜ。そうだったのね。あれ、じゃあイーロン・マスク氏は何してたの？イーロン・マスク氏は、当時決済企業、ペイパルで財を成したことから、テスラ・モーターズの主力な出資者の一人になっていたんだ。ふむふむ。出資者として関わっていたのねー。そんなテスラが初めて発売した市販モデルは、2006年に発表されたロードスター。米国のスポーツカーメーカー、ロータスのエリーゼの車体をベースに、テスラ独自の EV パワートレインを搭載したスポーツ EV だぜ。へぇ、やっぱり、スポーツカーがベースになってるだけあって、かっこいいわね。ちなみにお値段はおいくら万円？価格は当時9万、8千ドル、日本円で1000万円超だ。わぁ、超高級車じゃない。今でこそ、アメリカでは大衆車なんて言われるようになったテスラだが、やはり発売当初は高級品で、主に米西海岸の富裕層に注目されたようだ。一般的な普及とほど遠く、合計販売台数は計2515台。少ない。ちなみにこのロードスターの発売が迫る2007年、創業者2名は追放された。そして2008年10月、当時会長だったイーロン・マスク氏が、CEO に就任するんだ。絶好のタイミングで奪い取ったわけね。ああ。実はマスク氏に経営が移った後、早い段階で日本メーカーとの提携にも、力を入れているんだぜ。あら、そうだったの？ああ。EV 開発では2010年、トヨタがテスラに約45億円を出資する形で、共同開発を開始している。あのトヨタが、さらに、パナソニックに至っては、ベンチャー時代の2007年から、テスラと提携を開始して、EV 用電池の共同開発を進めてきたんだ。2010年にはパナソニックが約24億円で、テスラの発行済み株式の約 1.5% を取得しているぜ。あのテスラの株式を 1.5% で24億円ってことは、かなりお値打ち価格なんじゃない？ああ。パナソニックは2021年、テスラ株を売却しているが、この時の売却額は約4000億円。え、それ、取得時の24億円から何倍よ？言うに160倍以上だな。160倍、一体どんな成長戦略が？やはり、日本企業をはじめ、各社から効率的に資本金を募り、2010年6月、ナスダックに上場を果たしたことが大きな転機となる。ベンチャー企業から一気に上場企業ね。すごすぎる。特に飛躍を遂げたのは、より低価格なモデル、モデル3の登場だ。あ、その車、日本でも見たことあるかも。2016年3月に発表されたモデル3は、当初3万5千ドル、日本円で約390万円。リーズナブルを前面に打ち出したことによって予約が殺到し、発売初月の2017年7月時点で、約32万5千台の予約数を誇っているんだ。すごい注目度、最新の EV がその価格で購入できるなら、買いたいって人も多かったでしょうね。そうなんだ。モデル3は米国だけでなく、欧州や中国のユーザーからも注目されたからな。そして、2020年には中型 SUV モデル Y が発売され、モデル3を超える人気を誇ったんだ。そして、世界的な需要増加を受けて、テスラは巨大工場ギガファクトリーを新設。上海やベルリンに工場を構え、一気に生産能力を向上したんだ。なんか、スピード感が凄まじいわ。しかし、そんなテスラは現在、苦境に立たされているようだ。どうしちゃったのかしら？2023年4月、2023年1から3月期の決算が発表されたんだが、
なんと純利益が前年同期比 24% 減という結果だったんだ。24% 減って結構すごいわね。ああ。減益は実に3年ぶりで、テスラ社の収益性低下が不安視された。発表があった4月20日の米国市場では、テスラ株が一時、前日比 11% 安まで下落し、さらに、終値も約3ヶ月ぶりの水準に落ち込んでしまったんだ。あらら。決算の影響だいね。時価総額を計算すると、なんと約550億ドル、日本円にして約7兆3000億円が、たった1日で吹き飛ぶ結果になってしまった。ひぃー、規模がすごすぎる。あれ、でもちょっと待って。売上高は上がってるって出てるわよ。確かに、純利益が 24% 減収となった一方、売上高は199億6000万ドルと前年比 18% 増。増収減益だったのね。なぜこういう結果に？要因としては、テスラ社モデルの大幅値下げが関係しているんだ。テスラ社は、4月決算を発表する前日に、モデル Y とモデル3の値下げを、発表しているが、これは今年に入って実に6度目の値下げなんだ。モデル Y は年初来 20%、モデル3は 11% の値下げとなっている。なぜそこまで極端な値下げを？要因は2つある。まず1つ目の要因として、シェアの落ち込みを回復しようという狙いだな。あれ？テスラ社ってシェア落ち込んでるの？もちろん、他社に比べると、テスラは米国市場でまだまだ圧倒的なシェアを誇っているが、一方で他の大手メーカーや海外のメーカーなど、ライバルが増えてきたのは事実だ。米国内の EV 販売において、2022年同時期には、テスラのシェアは 70% を超えていたが、2023年1から3月期には、54% 程度に減少している。あらら、結構他社に押されてる感じね。特に、あのウォーレン・バフェット氏が出資する中国の EV メーカー、BYD は、2022年、70カ国以上で186万台を販売。テスラの131万台を追い抜いて、世界シェアナンバーワンを勝ち取ったんだ。ええー、てっきりテスラがナンバーワンかと、中国にそんな競合メーカーがいたのね。さらに、米国内でも様々な大手メーカーが EV に参入を始めている。中でも、フォードや GM などが積極的に EV 車を出していることが、ユーザーの選択肢を広げているようだな。最初は EV 車というだけで、みんなが飛びついたけど、これからはライバルに打ち勝つ工夫が必要になりそうね。ああ。とは言っても、なんだかんだでテスラはまだまだ優勢な状況だ。2023年1から3月期の販売台数は、高価格モデルモデル S とモデル X が、10,695 台。モデル Y とモデル3は合わせて42万1371台を販売している。値下げが売上台数に貢献したのね。さらに、生産台数を見てみると、モデル S とモデル X が10万9437台、モデル Y とモデル3が42万1371台ほどなんだ。生産した車はほぼ全て売り切っていることになるわね。ちなみに、米国内のライバルたちはどんな感じなの？テスラと比べると、まだまだといった感じだな。フォードが同時期に販売した EV は10,866台。GM はシボレー、ボルト EV が好調で、10,900台を販売したが、一方でキャデラックリリックは968台、ハマー EV は2台という結果にとどまった。両者合わせてもテスラの足元にも及ばないわね。ただ、フォードも GM も、EV のシェアを伸ばそうと、計画を打ち出してはいる。フォードはマスタングマッハイを、今年中に20万台、F-150 ライトニング、ピックアップトラックを15万台、GM はシボレーボルト EV を7万台販売することを目標にしているんだ。ふむふむ。で、どうなの？達成できそう？ GM のシボレーボルト EV は、このまま行けば達成できそうだが、フォード社は絶望的な進捗だな。アメリカでは、テスラ以外だと、そのシボレーボルト EV が人気なのね。ああ。というのもテスラより前に、値下げを仕掛けたのがシボレーボルト EV だからな。2022年に、6000ドル以上値下げしたことにより、最も安いモデルで、なんと2万6000ドル台から購入可能になったんだ。コンパクト EV として世界最安値圏だぜ。テスラを上回るリーズナブルさで人気を集めているのね。発表当初、テスラキラーなんて呼ばれていたこともあったからな。各社、値下げ合戦を繰り広げているのには、何か理由でもあるのかしら？値下げの要因、二つ目として、米国政府によるインフレ抑制法の影響が大きい。インフレ抑制法？バイデン政権では、
2022年8月、インフレ抑制政策の一環で、EV への補助金が打ち出されたんだ。おお、これはテスラにとっては追い風じゃない。補助金の条件として米国政府は、米国内で最終組み立てしていることと、バッテリー、部品などを、一定割合で米国及び、米国と自由貿易協定を持つ国で、生産されていることなどを条件にしたんだ。あれ？ってことは他国メーカーの締め出しでもあるってこと？インフレ抑制と言いつつ、自国の利益最大化を目的としているようだな。当然、欧州メーカーや中国メーカーはこの法案に反発したが、バイデン政権はお構いなしだ。中国を締め出したい思惑もあったのかしらね。いずれにしろ、テスラは競合が減って、有利な展開じゃない？ただ、この補助金政策にはもう一つ条件があった。それが、乗用車は 5.5 万ドル未満、バンや SUV、ピックアップトラックは、8万ドル未満の EV であることという条件なんだ。あ、だから何度も値下げを行ったわけ？そういうことだ。例えば当初、デュアルモーター前輪駆動のモデル3は、62,990 ドル、モデル Y は 65,990 ドルを超えていたからな。この補助金支給の条件にパスするために、値下げした面もあるんだ。補助金対象外となると、ライバルに遅れを取りそうだものね。米国メーカーとして追い風である一方、収益性を低下させた要因にもなってるわね。ちなみに、2023年4月18日時点で、補助金の対象となったモデルは、結局米国産のわずか10車種に限定されたようだな。やっぱり、先ほどの GM、シボレーボルト EV のほか、フォードの F150 ライトニング、ピックアップトラック、テスラはモデル3とモデル Y が対象となったようだぜ。まさにアメリカファースト。米国で長年 EV を販売してきた、日産リーフすら除外されたからな。バイデン政権は、2032年までに、米国車市場の6から7割を EV にすることを、目標に掲げていて、EV 補助金も2032年までは続ける予定なんだ。ってことは、米国の大衆車のシェアは、実質米国メーカー一択みたいなものじゃない。そんな中で他社より優位なテスラの未来は、なかなか明るいんじゃない。と言いたいところなんだが、株式市場の反応はどうも違うようだ。え、また何かあったの？2023年7月20日、テスラ株は前日比 9.7% と大幅下落し、262.90 ドルまで落ち込んだ。これによってマスク氏の資産は203億ドル、日本円にしてなんと 2.8 兆円減少したんだ。2.8 兆円の資産減少幅は、過去7番目に大きいと言われているぜ。また超単位の資産減少、ジェットコースターみたいね。今度は何が原因？やはり、数ヶ月に及ぶ値下げが原因で、収益性が低下して、2023年4から6月、第2四半期の粗利益が4年ぶりの低水準に落ち込んでいるんだ。売上高は引き続き、前年同期比 47.2% 増の、249億2700万ドルと大幅に伸びたものの、営業利益は同年前月比の 2.6% 減で、23億9900万ドルと減益を続けた。増収減益の流れが続いているのね。まあ補助金制度が始まって、売上が伸びることは予想できたけど、肝心の収益性が低下か。マスク氏は、今後もインフレと金利上昇が続くのであれば、さらなる値下げも検討せざるを得ないと語っているんだ。もう散々値下げしたのに、ここからさらに値下げ、さすがに大丈夫なの？営業利益率を見てみると、前年同期比の 14.6% から5ポイント落ち込み、9.6% という結果になっている。2023年第1四半期の 11.4% と比べても、右肩下がりを続けている状態だな。わわわ？なんか心配になるわね。ただ、テスラはそもそも利益率がとても高い。他社大手自動車メーカーの営業利益率を見てみると、2023年3月期、トヨタ自動車が 7.3%、2022年12月期、GM は 6.6% と、現在のテスラを大幅に下回る数値だ。テスラの利益率が低下したと言っても、他社と比べるとまだまだ余裕って感じね。なぜなのかしら？理由は簡単。テスラの販売方法が圧倒的にコスト安だからだ。テスラは他の自動車メーカーとは違い、基本的にオンラインで販売しているから、ディーラーへのリザヤが発生しない。それはかなり大きいわよね。さらに、テレビ CM などに広告宣伝費をかけず、販売する車種もわずか4種類とシンプルそのもの。それでいて、年間160万台超の販売台数を叩き出しているだけでなく、
フルセルフドライブと呼ばれる、自動運転のソフトウェアも販売している。おお、コストを極限まで抑えて、利益を最大化してるのね。ちょっと暗い値下げを続けたところで、痛くもかゆくもないってわけか。痛くもかゆくもない。っていうのは少し言い過ぎかもしれない。実際、投資家の間では、シビアな動きも広がっているんだ。というと、米資産家として有名なジョージ・ソロス氏は、2023年5月、テスラの保有株式、1600万ドル相当の全てを売却したことを発表。ソロス氏といえば、相場の魔術師なんて呼ばれる超重要な人物よね。全て売却ってなんでなんで？理由は明らかにされていないが、ソロス氏は同時期に、EV 新興企業、リビアン、オートモーティブ株の保有数も減らしているんだ。テスラがどうこうというより、EV の成長幅に限界を感じている可能性が高い。素人目には、これから EV が来る、って思ってたんだけど、プロの目から見ると、すでに成長期を過ぎてるのかしら。中には、ソロス氏が EV 市場に見切りをつけたと考えているメディアもいるようだ。そして、この後のマスク氏の対応が良くなかったんだ。何か言ったの？テスラ株をソロス氏が売却した数日後、マスク氏はソロス氏を、いきなりツイッターで攻撃し始めたんだ。そんな、大人げないわね。その投稿内容は、ソロスを見ているとマグニートを思い出す、といったもの。マグニートって？マーベルのコミックに登場する、ユダヤ人の悪役だぜ。マスク氏は、ジョージ・ソロス氏のことを、人類を憎んでいる、文明を侵食したがっている、といきなり批判し、コロちゃんを世界に広めた張本人とまで言い始めたんだ。陰謀論みたいな？完全に逆恨みじゃない。しかし、このツイートによって、マスク氏は自分の首を絞める結果になったんだ。広告塔でもある自分自身のツイッターで、ジョージ・ソロス氏の名前を出すことで、テスラ株が売却された事実が浮き彫りになり、売り圧力に拍車がかかる結果になったんだぜ。自業自得すぎる。さらに、テスラ製品において深刻な問題も明らかになったんだ。え、今度は何？実は、テスラ独自の先進運転支援システム、オートパイロットで、2016年以降、衝突多死亡事故などが問題視されるようになり、米運輸省道路交通安全局などが調査に乗り出していた。え、衝突事故？それが一番怖いんだけど。この事故の後にも、停止中の緊急車両に追突する事故などが発生。安全性に対する懸念が高まっているんだ。ちょっと心配ね。さらに、2023年5月には、ドイツの経済誌、ハンデルスブラッドが、オートパイロットに重大な欠陥があることを指摘。ドイツの経済誌が？急にどうして？それが、テスラ関係者による、100GB にも及ぶ超膨大な内部資料のリークなんだ。内部告発。その資料によると、テスラでは、2400件以上のアクセルに関する苦情と、1500件以上のブレーキに関する問題、そして1000件以上の衝突事故に関する報告を、受けていることが分かったんだ。やばすぎる。欠陥品だらけじゃない。新聞社は情報に改ざんがないか裏取りをした後、実際に被害に遭った顧客、数名にインタビューを行った。それによると、自動操縦で丸されそうになった。と訴える顧客もいて、想像以上に深刻な内容が明らかになった。怖い。さらに、こういったクレームの対処方法について、マニュアルを記載したファイルでは、いかに顧客の攻撃対象を少なくするか、といったことが最優先されていて、会社の責任が最小限になるように、指南が行われていたようだ。それって例えば？例えば、情報を伝える場合は文章に残すことを避け、できるだけ口頭で伝えるように指示されていたりとかな。実際に、テスラ社が勝手に加速して、コンクリート柱に衝突したとある顧客は、従業員がメールを送ってくることはなく、すべて口頭だったと証言している。自社のミスでも証拠隠滅、悪質だわ。テスラはこの情報が報道されることを阻止しようと画策し、ハンデルスブラッドに対して、情報漏洩に対する法的措置を取ると言ってきたんだ。しかし、ハンデルスブラッドは、今回のケースの場合、欧州連合法の下で、合法とみなされる異常事態の一つであることを確認し、無事報道に至ったわけなんだ。危うく、内部告発が握りつぶされるところだったわね。ハンデルスブラッド氏、ナイス。そして、もともと懸念されていたテスラ社の安全性だが、ついに2023年5月、中国で大規模なリコール問題を起こしている。ついにやってしまったのね。中国の国家市場監督管理総局は5月12日、テスラ社の事故発生リスクを抑える、
ソフトウェアに関して回収が必要だと判断し、約110万台を回収、無償修理の対象とすることを発表したんだ。110万台、すごい規模ね。中国生産を開始した2019年以降、最大規模のリコールとあったようだな。対象となったのは、全モデル4種類すべてで、回生ブレーキの作動モードが、選択できなくなる不具合が発生したり、一定の条件が重なった場合に、運転者が誤って、アクセルを長時間踏み込む可能性が高いなどの問題が生じた。間違ってアクセルとか怖すぎるんですけど。テスラは、これらの問題点を、オーバージェアというソフトで、無線を介してアップデートを行うなどして対応していく予定のようだ。重大な車の欠陥も、アップデート一つで直せちゃう時代なのね。だからといって、ちゃんと危機感は持ってほしいけど、今後テスラはどうなっていくのかしら？今後も、補助金スタートによる販売台数の増加と、インフレ対策による値下げによって、収益性低下の流れはしばらく続いていくだろう。今後悪化していく可能性もあるってことね。ただ、2023年第2四半期のデータによると、テスラは過去最大である46万台を納車。年間目標としてきた180万台も達成が見えてきたという状況なんだ。おお、順調に販売台数を伸ばしているわね。さらに、車の充電に必要なスーパーチャージャーを、ヨーロッパでテスラユーザー以外にも開放していくことを決定。今後、北米や中国でも開放を予定していて、EV の充電規格は、テスラ社が採用している NACS に統一されていく見込みなんだ。ついに規格統一。これにはフォード、GM も合意していて、今後テスラだけではなく、他社も充電設備投資を進めていく方針なんだぜ。テスラの規格に他社が合わせる形になるのね。でもさ、他のユーザーも充電できるようになって、テスラユーザーの待ち時間が増えるんじゃない？現状、待ち時間への不安も指摘されているが、今後各社の設備投資が進むことによって、充電スポットも増えていくだろうと考えられているんだ。なるほどね。いろいろ問題はあるけど、EV 業界でテスラが圧倒的である状況は変わらないわね。今後もテスラの動きに注目しよう。みんなはテスラについてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。